奉仕官が天をつかむ様、しかと心に刻むがいい。では手はずどう。今宗妃あざなは士官、曹操の息子である。霊利な頭脳を持ち、その才気は父曹操にも引けを取らない。曹操が演術討伐に出る間、宗妃は巨匠の留守を預かっていた。主がいない時にこそ内なる敵が動き出す。宗妃は曹操の躍進に危機感を抱く刀匠らの動きを探っていた。うん、刀匠め、ようやく尻尾。父よ。炎症は周囲の戦線を制圧し、その先の炎症を打つ。この戦は知略と武勇とで覆すのだ。終わりにしてやろう。これで頭を冷やせ。Yeah!
ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。今こそ曹操との雌雄を決する時を。目指すは敵本陣の関東城。全軍進め。これより関東城の攻略を開始する。工場兵器部隊よ、その異様を示すのだ。曹操、なかなかあがくではないか。応援を要請せよ。奴らを圧倒するのだ。伝令、中継拠点からの援軍が到着しました。これで我が陣容は一層盤石よ。名族の将士よ、今こそ敵を圧倒するのだ。愚かな、ひざまずけ。さあ、行きますわよ。敵の急所を私たちで奪い取るのです。貨幣の曹操が我が大軍に打ち勝つだと。認めん、断じて認めんぞ。この勝利で殿の家北での覇権はなった。みんな勝ち時だ。勝ち時をあげよう。これで曹操殿の道は開けた。先を見届けられないのは残念。曹操様、友軍に加勢するぞ。戦力を集中するのだ。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。これより味方の援護に向かう。続け。炎症を滅ぼ。報告によると、しかも魏の五方面侵攻は諸葛亮の策と五色同盟に阻まれる。だが曹丕は天下をまだ諦めていなかった。乱世を終わらせるのは己以外にいない。来るべきその時に向けて彼は英気を養う。風味豊かな一杯にその野心を満たして。この芳醇さ、初めて口にするブドウ酒。
遥か西からの品か。御意、僭越ながらこたびの義弟誕生を受けましての私からの献上品にございます。やるな。恐れ入ります。いまだ私の知らぬつてを持っているとは中達。お前にはやはり脳がある。騙し討ちのように我が口に運ばせたのには感心せんがな。これは大変失礼を。こちらは下げさせますゆえどうかお許しを。せっかくの祝いだ。このまま飲み干してやろう。私の目が届くうちはお前は忠実な家臣であり続ける。そうであろう中達よ。もちろんでございます。ならば同じく野心を抱く者として見ているがいい。私が天下を一つにすべる様を。